政治に映画が上映される映画館、名古屋市中村区の中村映劇館街に貼られたポスター成人映画は日本のレーティングシステムによる映画のジャンルであり、映画倫理委員会、あるいはその前身の映画倫理規定管理委員会が18歳未満のものの鑑賞には不適当と認め、成人向けと指定した映画群である。18歳未満の入場が制限される。時代、社会情勢によって、その定義、範疇は変化しており、必ずしも、ポルノグラフィックな映画、ポルノ映画を意味せず、反社会的な映画、残虐な映画として、成人映画に指定される作品も存在する。2009年4月23日に、映倫が制定した、現行の映画倫理綱領及び映画の区分と審査方針には、成人映画、成人向けの表現は存在しない。現在の映倫に全面改組される前身、映画倫理規定管理委員会が、1949年6月14日に制定した映画倫理規定に従って、青少年向き映画、成人向映画の選定を開始したのは、1954年8月であった。これによって、成人向映画に指定されたのは、田尻茂監督、柳家金五郎主演のコメディ映画、若夫婦悩まし日記、永井荷風原作、久松誠二監督、久慈麻美主演の文芸映画、春情鳩の街より渡り鳥いつ帰る、下沢宏原作、松田定次監督、片岡千恵蔵主演による時代劇映画、八太郎傘といった、現在では G に分類されて映画館で通常に上映されるような作品であった。同体制の下で、成人向映画に指定された、石原慎太郎原作、古川匠監督、長門博之主演の映画、太陽の季節が1956年5月17日に、封切られるや、各地で問題になり、映画倫理規定管理委員会は解体に追い込まれる。同年12月、現在の映倫につながる映画倫理管理委員会が映画業界外部の組織として発足、抜本的に改革されることとなった。翌1957年からは成人向映画を成人映画と改称、ここに初めて成人映画という名称、カテゴリーが登場する。同年に、成人映画に指定された作品には、成瀬幹雄監督の荒くれ、川島雄三監督の喜劇映画、幕末太陽伝といった、前者は、第30回アカデミー賞に出品され、後者は、キネマ旬報ベスト10第4位に選ばれ、現在では、名作とされ、レーティングも、G として上映されている作品がある。映倫が、成人映画に指定した。小林悟監督の肉体の市場が1962年2月27日に公開され、その直後にわいせつ容疑で警視庁に摘発される。当時まだピンク映画なる5は生まれていないが、同作がピンク映画第1号とされる。翌1963年以降、独立系の成人映画制作会社、いわゆるエロダクションによるピンク映画が映倫の成人映画指定の大半を占めるようになるが、水上勉原作、田坂智隆監督の文芸映画、五番町夕霧楼や、今村昌平監督の日本昆虫記は、発表当時は成人映画の範疇とされた。1964年以降、おびただしい数のピンク映画が制作、公開されたが、映倫が指定する成人映画には、篠田正弘監督の乾いた花、竹地哲司監督の白日夢、中平康監督の月曜日の床、今井正監督の文芸映画、越後筒井塩屋淵、深作欣二監督の狼と豚と人間、加藤康監督の幕末残酷物語、中島貞夫監督のくの一忍法、増村康造監督の万事等が含まれていた。1965年には、松竹ヌーベルバーグと呼ばれた、篠田正弘監督の、美しさと悲しみと、大島渚監督の、閲楽、吉田喜重監督の、水で書かれた物語が、成人映画に指定されている。1967年7月30日に公開された中島貞夫監督の大奥物語以降、東映ポルノ路線と呼ばれ、積極的に成人映画に指定される映画を同社は制作開始している。日活は1971年11月20日に公開された西村庄五郎監督の団地つま昼下がりのジョージを第一作として日活ロマンポルノを開始以降、ポルノ映画専門の制作、配給会社に転向した。東映ポルノ路線は1977年をもって収束した。日活は1978年に日活と称号を変更している。1980年代に入ると、1983年1月15日に公開された田中昇監督の牛三の村が成人映画に指定されている他は、ほとんどが日活ロマンポルノとおびただしい、いわゆるピンク映画のみである。日活ロマンポルノは1988年いっぱいで制作を終了している。1994年12月17日には、高橋晩明監督、鈴木砂羽、片岡玲子出演の愛の新世界が成人映画に指定されて公開されたが、同作は日本初のヘアヌード映画とされる。1998年には、映倫が審査基準を改定、従来の成人映画は R-18 と解消し、一般映画との間に、PG-12、R-15 という2段階を設けた。さらに2009年4月23日、映倫は映画倫理考慮を制定し、レーティングを刷新し、R-18 に代わる R18 を設置している。この時、映画倫理管理委員会は映画倫理委員会と解消している。文化庁、日本映画情報システムのカテゴリー。成人映画による一覧である。新映倫設立から、ピンク映画第1号前夜までの時期のすべての成人映画である。文化庁、日本映画情報システムのカテゴリー、成人映画による一覧である。ピンク映画第1号登場から、ピンク映画が大量生産れる時期までのすべての成人映画の一覧である。文化庁、日本映画情報システムのカテゴリー、成人映画による一覧である。邦画5社及び ATG 配給のもの以外、つまりいわゆるピンク映画については大量なので省略する。文化庁、日本映画情報システムのカテゴリー、成人映画による一覧である。日活ロマンポルノ全盛期から終焉までの時期であり、同シリーズ及び大量のピンク映画については省略する。日活ロマンポルノ、ピンク映画以外の成人映画指定作品はなし。省略。ありがとうございます。